私のテーマはオリンピックで金メダルを取り努力で人は目標を成し遂げられることを伝えられる人間になりたいということですこの,理由にこのテーマにした理由は私は幼少期から水泳そして中学で陸上をやっていたんですがどちらでも全国大会に出ることすらできずそういううい人間でもこう 努力次第でオリンピックでこう金メダルを取れるんだっていうことを証明できればあのいろんなこれからの世代の子たちにあの夢を与えられるんじゃないかなということがあったのでこういう理由にさせていただきました。今2012年シーズンの主要大会結果です。アジア選手権一番上の U23 だの代表だったんですけどこれはちょっといろいろありまして5位という結果で終わってしまい。 その後その次の日に今、トライアスロンではミックスリレーという男女2人ずつの計4名のチームでリレーをやる種目がリオデジャネイロオリンピックから正式採用がかなり見込まれていてそれの今、プレーをアジア選手権や世界選手権で行われているんですがそのアンカーを担当させていただき韓国と中国との優勝争いでなんとか勝つことができました。 でえー、次 U23 の日本トライアスロン選手権これは、えー、世界選手権の U23 の代表選考会になっていてここで勝った選手が行くということでここはもう何が何でもという気持ちでなんとか勝てましたであとはあのワールドトライアスロンストックホルムワールドトライアスロン横浜というのは、えー、世界選手権シリーズ戦という世界最高峰のレースに出させていただき大体60人前後出る中で 46位と横浜はもっと人数が少なかったんですが34位という結果でまだまだ世界との差を痛感したレースとなりましたでシーズン最後の世界選手権ではオークランドで U23 の方で出場しまして22位という結果で先頭集団にも入ることができずまだまだこう自分の思うレースができない 勝ったたシーズンとなりました、えー、総括としてと2012年シーズンが終わり、えー、やはり結果としては満足は全くできませんでしたしかしやはりこのロンドンオリンピックへの挑戦を僕はしていたんですが、まあ、それに対して、まあ、オリンピックを目指すことはどういうことなのかということを理解できる1年となりましたやはりオリンピックに行くためにはコーチの言われた練習をただやるだけでは まず無理ということをやはり僕はそれをちゃんとした意味で理解できていなくてあの言われたことをこれすれば強くなれるのかなという気持ちでしかやれていなくてやはり自分でどうやれば強くなれるのかどういうことを自分は望んでいるのかとということをしっかりコーチと話し合うということをあの学ばせてもらえた1年間だったと思います。 そして今、トライアスロンのスイムで最も主流とされているカヤックスイムというスイムがありましてそのスイム、やはりあのプールで泳ぐ場合はあのキャッチアップスイムというもっと水に長く伸びてあのいかに力の効率を良くしてあの体力を温存して泳ぐかということがすごい求められるのですがトライアスロンのようなオープンウォータースイムではその泳ぎでは。 どんなにプールで速く泳げてもあの思うようにな位置では上がれないというのがありましてそれを身につけることをこの2012年の1年間もうスイムとにかくスイムがあの今トラ取らスるのでは重要なのでそこを、えー、磨くためにやりました。でそれの映像がここちらです手を本当はは水泳はこうもうも 前の手を伸ばして次の手を入れると同時にかくというのが結構距離長い距離を泳ぐ種目では主流なのですがもうトライアスロンはもう汚くてもいいからとにかく回してもう手がカヤックのようにカヤックのオールを漕ぐようにほぼ反対に常に手があるそういうこういう状況で泳ぐことが今最も効率よくトライアスロンでは早く上がれるというのが。 今世界の主流でして、えっと、それをちょっとあの映像として残させてもらっていますであのやはりトライアスロンの選手の中でもかなり水泳の泳力というのはすごい差があるんですが 400m を泳ぐのもので20秒差があっても 1500m のオープンウォーターのスイムでその人よりも先に上がることができるというのが やっぱオープンウォーターの面白いところでもあってっそれが奥が深いところでもありやはりこのカヤックスイムというものの習得が今後、どのトライアスロンをやる選手たちにはかなり重要なキーワードとなってきますで1月にニュージーランドのナショナルチームに日本人一人で。 行かてていただき練習しプールで、やはり先ほどお話ししたようにカヤックスイムというものはニュージーランドが特に発展していてそのスイムを一緒にやらせてもらったんですがプールでは僕が一番速いなのにオープンウォーターでの練習になった途端に僕が一番遅くて女子選手にまで負けてしまってやはりそういう部分でまだまだ差があるなと思いました。さらに 以前は外人としては1人でまとめていたんですがやはり自己マネジメントに長けている選手が強くなる外人が強いというわけではなくてどんな日本人でもしっかり自己マネジメントをしてやっていければ絶対に通用するということを思いましたさらにやはり外国人の方たちは特に練習前はもうだら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 練習開始時間も過ぎたりするんですがそれでも練習が始まった途端に空気が変わってやりそういう切り替え っていうのは日本人はなかなかできないんじゃないかなと思うんですけどそれを少し見習いながらでも日本人らしさを忘れずにやっていくことが大切だなと思いましたで今後の課題としてやはりまだまだパワーが僕は痩せ型なためパワーが必要となってきますやはりパワーを向上させることによってスイムバイクラン全てにおいて向上パフォーマンスの向上が求めあの期待できると思っています で来年の目標ですが、えー、エリートのナショナルチームとして、ちゃんと2013年は世界選手権などに出ようとしています、でそのためには世界ランキング80位以内、ポイント制で確実に80位以内を常にキープできないと話にならないというところです、でそのためには日本選手権の表彰台は当たり前というレベルでいきたい、やはり今年はそれぐらいではいかないと、リオデジャネイロのオリンピックでメダルというのはないと思っています。 でやはりその先の先オリンピックへつなげたいいと思いますで最後に1年間ヤマハ発動機スポーツ振興財団の皆様には多大なるご支援、ご支援をいただき本当にこの1年、とても充実しました、これからまだまだリオデジャネイロ2016年に向けてこれからまた努力していきたいと思います。ありがとうございました